どのによって年収が大きく異なります。お客さんからも気に入られ、最高評価を獲得しても年収500万円っていうケースもあるんですよ。全力で手を抜いて楽してサボってでも年収1000万の人もいるんですよ。フリーランスとか独立して1000万稼ぐのってのは難易度的には高いんですか？結論簡単です。こんにちは。この番組は普段大人には聞きづらいけど大切な役に立つ話をふざけた衣装とふざけたセットの力を借りて根掘り葉掘り聞いていくという番組だよ。ミナのキャラ迷走しすぎて内定した後みんなから仲間外れされたりしない？大丈夫、誰も見てない。突然だけどおすずお姉さん、はい、お金は好き？ちょっと僕はね大好き。けど就活の時って年収1000万いくかどうかが就活の軸ですとか、あなたの企業は年収1000万いきますかって聞けないじゃないですか。お金のことについて聞いちゃダメみたいな風潮あるじゃん。あのクソったるよね、本当に。よくないよくない。お金って大事じゃん。だから今日は就活生とか新卒の皆さんができるだけ早くかつ確実に年収1000万にたどり着くような魔法みたいな方法を聞いていきたいと思うんだ。ということで年収1000万を稼ぐ方法を教えてくれるお友達を呼んでみよう。セカニチお兄さん。はーい、こんにちは。お金のプロのセカニチお兄さんに来てもらいました。はい、お金経済投資が大好きで誰よりも詳しいセカニチお兄さんが今日は分かりやすく解説させていただきます。年収1000万超える方法最速聞いていこうと思うよ。思うよ。視聴者の多分皆さん学生だったりとか新卒数年目ぐらいの方だと思うんですけど、はい、1000万超えるにはまず会社員として稼ぐ方法は何がありますか？これは今から大変残酷な現実をお伝えします。結論、座る椅子で決まります。椅子というのは働く業界と働く会社によって年収が大きく異なります。じゃあやっぱりこの業界は高いけどこの業界は1000万行くの難しいみたいなのがあるんですね。はい、難しいところが不可能な会社もあります。そもそも不可能な会社で全力で努力をして社長からも気に入られ、クライアントからも気に入られ、お客さんからも気に入られ、最高評価を獲得しても年収500万円っていうケースもあるんですよ。ああ、逆に一方で全力で手を抜いて楽してサボってでも年収1000万の人もいるんですよ。つまりこの違いってどの椅子に座るかによっての違いでしかない。では簡単にいい椅子の画像をこちらに出しますね。パッ。これは40歳時点の想定の平均年収なんですけれども、1位総合商社、2位コンサルティング、3位海運、4位半導体、5位不動産建設、6位医薬品という感じの並びになっております。で、逆に下の方を見てみますと、40歳時点で500万円を切ってる業界は、例えば旅行業界、外食業界、百貨店業界、介護業界などがあります。残酷なんですけれども、例えば飲食店業界でめちゃめちゃ頑張っても年収1000万っていうのは厳しいです。逆に総合商社でやる気を失っちゃった40代で何もしなくても年収2000万の人っているんですよ。いや恐ろしい。で、窓際で年収2000万なんで Windows2000 っていうふうに言われてるんですけども、それは僕が就活をしていた2011年頃からずっと言われてたんで、昔からもあるし今もあるし今後もずっとある。いい椅子に座れてない人は稼ぐのもう諦めるしかないんですか？はい、2点方法があります。はい、1点目はもう転職をすることで椅子を変えることが1つで、2つ目は本業で年収600万700万を稼ぎつつ副業でも500万稼ぐ、2本柱を走らせていくというのがいいんじゃないかなと思ってます。副業って何やれば500万いくんですか？なるほど。簡単に分かりやすい例で言うと、じゃあ3つ言います。1つ目は先生。皆さん人生を20年30年生きていく中で何かのジャンルに秀でて好きなことってあると思うんですよ。例えば私の例で言うとラグビーめちゃくちゃ好きで、ラグビーめっちゃ見るんですね。日本で一番分かりやすい解説ができる自信があるんですよ。さらに言うと日経新聞とか東洋経済、週刊ダイヤモンドとか経済誌全部読んでるので、経済政治などいろんなことを解説できちゃしまうわけです。それは今まで時間を使ったからですね。で、人によってはピアノに対して時間を使ったりとか、サッカーに時間を使ったりとかいうふうで、そのジャンルにおいて時給5000円とか時給1万円とかで稼げることできると思うんですね。実際私自身もセミナー講師として1時間あたり20万円とか30万円の講演ってあるんですよ。それは私は今まで時間を大量に投資して経済とかの知識をインプットしまくって、いろんな仕組みを作ったので、だから僕は時給20万円とか入れ合いが来るんですね。そうやって自分の時給を上げて何かのジャンルの先生になるが1つ。で、2つ目はメディアを持つこと。簡単に言うと X とか YouTube とかノートとか今すぐ始められるメディアっていっぱいあるじゃないですか。メディアがあることによっていろんなことができるんですね。例えば、まあ、アフィリエイトと言われているような商品を紹介する。例えば Amazon で皆さん買い物するじゃないですか。あれってアフィリエイトの URL 発行できるんで、おすすめの商品3選とか書いてその商品載せたら、そこ経由で買われたらお金入ってくるんですよね。1000円の本を紹介したらここが入ってくる。そんなことがあるんです。で、買う側は料金変わんないんですよ。 Amazon が利益を削ってるだけなんで、っていうのでメディアを持って発信をしてアフィで稼ぐ
3つ目、お金持ちの人の代理をすること。なぜかというと効率がいいからなんですね。お金持ちの人にとっての1時間と庶民貧乏人にとっての1時間っていうのは価値が全然違うんですよ。例えば東京都でいうと1100円ぐらいの時給だって、お金持ちの人の時給、例えば孫正義さんの時給、サッカー選手クリスチャン・ロナウドさんとかは1時間あたり数百万円とかあるはずなんですよ。そこのビザ屋を取ってクリスチャン・ロナウドさんが洗濯めんどくさいなって思ったら時給1万円だろうとやってくれる人がいいわけじゃないですか。というお金持ちを見つけて、お金持ちの代理で面倒くさいなことをやってあげると効率よく稼げる。お金を持ってるクライアントを見つけて、お金を持ってる人から稼ぎやすいことの発注を受けるというのが稼ぐコツだと思います。1000万超える上でやっぱ他に考えなきゃいけないこととかあります？なるほど、大きく2点ございます、はい、1点目は英語を頑張ろう、2つ目は円安という現状を知ろう、そして対策をしようです。まず1点目、英語を頑張ろうに関して、昔から皆さん英語頑張ろうって言われてませんでしたか？いや、言われてます。で、どうですか皆さん、中学生の時にとって英検3級から何も変わってないみたいなことは正直あります、はいはい、結論、日本と海外の格差が凄まじく開いてしまっているのが直近5年間で起きていることなんですね。10年前はここまで差は開いていなかった。例えばアメリカとかヨーロッパ系の国と日本っていうのが、日本がずっと横ばいの経済成長を続けている中で凄まじい経済成長を遂げてるんですね。その差はおよそ多分 1.5 倍ぐらいで差がついてる。恐ろしい。現状、例えば IT 系のプログラマーとかって日本でいうと平均的に500万から700万ぐらいの年収が普通だと思うんですけれども、それが一発で外資系企業行った瞬間に年収3000万4000万ってあるんですよね。むしろ年収2000万じゃ少ない。同じ仕事をしてるのに言語が変わっただけで年収が2倍3倍になるのが起きている。だから英語は超重要。2つ目が円安の恐ろしさを知って対策を打つでした。はい、これは日本とアメリカの大きな経済格差にもつながってくるんですけど、今現状で円安っていうのは進んでいるんですね、円安というのは簡単に言うと円の価値が下がっている状態、円の人気がなくなっている状態。これすごく恐ろしいことです。なぜかというと日本はエネルギー国ではありません。だから原油などのエネルギーを海外から輸入する必要があるんです。確かに。なんで必ずアメリカドルに変える必要があるんですよ。日本は原油が上がると何が起こるかというと、ガソリン代が上がる、電気代が上がる、そしてこのガソリンと電気という2つのインフラが上がることによって生活の全ての値上がりが起きる。外食もスーパーもスマホとかいろんなものが値上がりしてしまう。円安にもメリットとデメリットがあって、デメリットは今言った通り生活費が上がること。裏を返すと外国人を相手にしたビジネスをすれば稼ぎやすくなる。簡単に言うと、例えば宿泊業とか旅行に関するガイドとか飲食業とか。すいません、なんでですか？10年前とか15年前ぐらいって一時期1ドルで80円ぐらいだったんですね。で、今150円じゃないか。もう2倍近く差が開いてるわけですよ。アメリカ人にとって100ドル同じものを払っていても、日本人にとっての価値が2倍ぐらい差が開いてる。なので稼ぎやすくなる。日本国内の外国人というよりも外国人相手に商売してドルをもらって、そうそう、それを日本に。例えばいい寿司屋の寿司ツアー企画したりして、はい、それで手数料として1人100ドルもらうぜみたいな、ここで10人かなみたいな、で 1000ドル入れますみたいな、はい、それ一発で15万円になるみたいなことが起きると。日本に留まって日本人相手にして消耗するくらいだったら、英語を身につけて外国人を相手にしたビジネスの方が稼ぎやすい。会社員として以外で、例えばフリーランスとか独立して1000万稼ぐのってのは難易度的には高いんですか？はい、結論、簡単です。簡単なんですね。なんか起業はめっちゃハイリスクで失敗したら人生終わりみたいな、ちょっとそういうイメージがあるんですけど。だと思うじゃないですか、はい、結論間違ってます。会社員にも大きなリスクがあるんですよ。これは私がいろんな動画で言ってる通り、配属リスクっていうのはどの会社にも絶対にあります、うん、悪い上司とか無能な上司とかに当たるリスクっていうのは必ずあるんです。それはめちゃくちゃリスクなので、結局会社員として生きようが独立フリーランスとして生きようがどっちもリスクはあるんですよ。起業に関してもう一個聞きたいのが、一、はい、回大企業行って研修とか受けて学んでから起業しようみたいなのっていうのは、これありなんですか？なるほど、これはですね、結構ケースバイケースです。例えば A 社に入りました、1万人社員がいて大きな企業です。 A 社に入っても A 社の中でしか使えない文化とか、 A 社でしか使ってないシステムの使い方とか、 A 社の中だけで便利な人になっちゃう、 A 社から出れなくなるってことが起きるんです。すごくリスクですし、 A 社に入ったことがその人にとっていいことかわからない。一方で元〇〇ってところを使って効率よく稼いでる人もいます。例えば元ゴールドマンサックスの〇〇が教える経済の何々みたいなこととかって言った瞬間に、元ゴールドマンサックスの人が言うなら聞いてみようっていう人が集客できちゃうんです。なんで集客できるから、別にその人に1時間30万払おうが関係ないと。なんで1時間30万円こういうのセミナー来たりとかする。フリーランスとか起業して1000万稼ぐコツとかあるんですか？なるほど、コツはですね、メンタルと気合です。気合、継続は力なりという言葉がありますけれども、心折れずに続けることですね。稼げてない人は共通して心が折れるんですよ。心が折れなければ絶対に稼げる。というのも、社会の平均値ってびっくりするぐらい低くて、年収1000万もらっててもこんなにやる気がなくて、こんな人がいる。業務委託100万円払ってもこんなレベルのパフォーマンスしか出せないのみたいな。
ぱいあるんですよ。でその低い平均値を超えれば業務特約100万円もらおうがいろんなことができるわけですよね。なんで平均に勝つことは簡単、あとは自分が改善と工夫をやめないことです。今日は年収1000万を超える方法をお金大好き世界一お兄さんに聞いていきました。お兄さんありがとうございました。ありがとうございました。ではシュッ。はい、ということでね、今日は世界一お兄さんに年収1000万超える方法を聞いていきました。まあ、まずまとめると、会社員として稼ぐ方法は大前提、商社とかコンサルとかいい椅子に座ることが大事、まあ、座れなくても副業とかして稼ぐこともできるよとか、あと英語学んだり円安のことちゃんと理解したりとか、そういうことが大事ってことですね。会社に属さない場合でも気合とメンタルに自信があれば独立して起業して1000万稼ぐってところもみんなが思ってるよりもローリスクでできますと、そういうことですね。ということで今日は普段聞きづらい年収1000万の稼ぎ方を聞いていきました。こんな感じでお金のこととか聞きづらいことをどんどん聞いていくので、みんなこれからも見てね。怖い副業はもう無数にあります。あ、売れないって取り消されてたまったもんじゃないですか